今日の晩ご飯は何にしようかなと思って、ちくわと人参とピーマン、それときゅうりと新玉とこれレタス、この間ホット処理をしておいて、いつだった使ったの、昨日使ってないから一昨日かな、使ったやつの残り、こんな感じで切り口の色も変わってないです。パリパリです。これを使いたいと思います。こんだけじゃ足りないっていうかな。あとはまだ考えてないけど、卵にするか冷凍白身にするか悩み中。人参が結構甘いんで、タコの爪ちょっと、もうちょっとかな、よし、とりあえずレタスときゅうりと玉ねぎスライスとちくわとピーマンと人参のきんぴらを作って、持ち越しのキャベツと油揚げのやつ、いやこれだけじゃちょっと足りないんでと思って、白身魚フライ、これ今揚げてる最中で、こないだ買ってきたやつは多分 30g か 40g ぐらいの小さいやつだったんだけど、これはよいしょ、1枚 60g だから多分お弁当屋さんのぐらいの大きさにはなるんかなと思ってます。いい感じの大きさだと思う。揚げてきます。完成。今日の晩ご飯は野菜、オニオンスライス、ちくわと人参とピーマンのきんぴらと、4日ぐらい持ち越しのキャベツと油揚げのやつ、それと白身フライ、ついでに海苔弁、海苔高菜弁とか。以上でした。